て同じ種と見なされていましたが、長年にわたる観察や最新の研究により生活様式や体の大きさが異なるいくつかの種類がそれぞれに分かれて生活していることが分かってきました。世界各地で動物園と呼ばれている海洋生態系最強の捕食者という表現は決まりつつでさえあります。しかし飼育下には好奇心旺盛で人懐っこく心を通わせているかのように接してくれます。この素顔が私たちを引きつけてやまない価値の魅力です。